三国時代の人の平均身長は低い、という話をよく聞くんだけど、逆に考えればこれから2000年後の人間ってのはもっと平均身長が伸びるのかな、と疑問に思う。牛乳で身長を伸ばそうとしていたアナログなゆっくり霊夢です。私が牛乳を飲んで身長を伸ばしていたのも、12秒の時期に呂布に憧れて石飛ばに乗ることを夢見ていたからなんですよね。あの頃を思い出すと胸が急に痛み出す、人に言えない黒歴史を抱えているゆっくり悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは老いた英雄に振り回された男、死去よ。彼は主君の孫権に忠誠を誓いながら、孫権にその恩を仇で返された悲運な迷信ね。むむむ。孫権の晩年に起こした事件に巻き込まれた男ですか。さて改めて紹介する男は主君、あざなお師範。人材の質が落ちつつある後で孫権から予謀の後任としてふさわしい才覚を持っていると評価して自分の娘を嫁がせるものの、その正義を貫く心を尊敬に疎まれ命を落とすことになった男。彼は一体どういった人物なんですか。死去は楊州五郡五県出身の人物で、優れた容姿と尋常じゃない筋肉を持っていて、人と議論をすることにも秀でていた男だったみたい。故に222年に彼は召し出されて五官牢中、自御史に任命されたみたい。この当時、後では戦争証書の起源という男が汚職をしながらも管理として働いている人物をひどく憎んでおり、起源は汚職をする管理をすべて追放しようと考えていたみたいなの。しかし死去は起源に対して天下は未だ収まっておらず、功績によって罪を取り消し、過去の罪には目をつぶって現状の働きを評価するべきだと思う。清廉な人材を推挙していけば汚職をしているものも、徐々にだが次第にいなくなるはずだ。君は今すぐ汚職している者を全員追放しようとしているようだが、そんなことをすると危ない目に遭うはずだ、と起源に注意をしたものの、これを起源は無視した。後に起源は管理たちの反発にあって自害にまで追い込まれたの。起源の考えはそりゃ立派です。ただ、理想だけではどうしようもない問題もある。死去はそれを十分理解していたわけですね。時に後の君主である孫権は悩んでいた。昔の時代の後には立派な将兵が数多くいたものの、現代の後では予謀や長恩のような傑物がいないことをたびたび嘆いていたの。そこで孫権は死去が文武の才能を持っていることを知ると、彼が第二の予謀や長恩のような存在になると感じ、彼を建議高位に任命して兵士を率いらせて古塾に駐屯させた。孫権はかなり死去に期待していたようで、229年に孫権が皇帝に即位すると死去を自分の娘と結婚させて死去を左将軍に任じて運用公にも報じたの。死去はなかなかな好待遇を受けているわね。皇帝の娘さんと結婚できたわけですか。死去は謙虚に後の人材と交わり、財を軽んじ人々によく施していたみたい。そのため、彼はお給料をたくさんもらっていながらいつもお金に困っていたみたい。しかしもって死去には多少お人よしな面があり、義から投稿してきた印判の弁舌に騙されて、孫権に対して彼は有能な人物である、と大絶賛をしたことがあった。その後、印判が後で謀反を企んでいることが露見すると死去は長い間孫権と会うことを禁じられたみたい。そんな危険な人物と交流していたわけですからね。まあ当然の判断ですか。236年、孫権は新たな貨幣である大銭を作り始め、これは1枚が500銭の価値を持つ硬貨だったみたい。後に死去の部下がこの新たな硬貨3000万枚を受け取ることになっていたものの、後人の大津という男がこの大銭3000万枚を騙し取るという大事件が起きた。この事件の調査に当たった孫権から、熱い寵愛を受けている天皇の余一という男は、死去はお金に困っていた。ということは、そもそも大津が金を持ち逃げしたという話はでっち上げで、実際は死去が大金を着服したのではないか、と疑ったの。まあ証拠なんて一つもないんだけどね。まあ状況証拠ではありますが死去は怪しいですよね。部下が受け取るわずだった大金を持ち逃げされた、って言ってるんですから。証拠がなければ作るしかない。余一は死去の部下を拷問にかけて自白を引き出そうとしたの。
死去の部下は命を失うほどのひどい拷問を受けても彼は何も話さなかったの。死去は無実の者がこのような無残な方法で亡くなったことを悲しんで部下を手厚く葬ってあげたものの、これを唯一派。死去が部下を手厚く葬ったのは、彼が主君の死去の罪を自白しなかったからだ。と思い、その考えを主君の尊権に伝えたみたい。それはちょっと考えが歪みすぎな気がしますけどね。これを受けて皇帝の尊権自ら死去の罪を何度か追及したものの、死去は何も語らずにただただ座って処分を待ち続けた。数ヶ月後、天軍里の遊女は事件の真相を知って大津井が犯人だ、と尊権に直訴した。これを受けて尊権は自らの過ちに気づいて死去ですら冤罪を受けかけた。ならば子役人や民の中にも落とし入れられた者が多くいるはずだ。と怒って唯一を逮捕したの。というか死去は自分の娘の旦那ですよね。そんな男より尊権は唯一の方を信頼していたわけですか。その後死去は246年に表記将軍、249年には上昇代行にまで昇進した。この時後では、尊権の子である皇太子孫和と老孫派がそれぞれ尊権の後継ぎを狙ってそれはひどい後継者争いをしていた。その争いの末、尊権が太子の孫和を幽閉すると、死去は将軍や官吏を引き連れて自らの顔に泥を塗って、孫和を許すように尊権に懇願したの。尊権は自らの判断に逆らう死去のことをとても憎らしく思ったらしいわね。250年。尊権は後継者争いがとんでもなく荒れてしまったので、太子の孫和を廃して孫派も自害させ、孫陵を新たに皇太子にしようとした。死去は懇切丁寧に命を懸けて太子を守ろうとしたものの、尊権はまたもや自分の意見に逆らう死去に怒り狂い、死去を百叩きの刑に処して新都軍城に左遷したの。死去はただ単に太子を守ろうとしただけなのに、なぜ後のことを思っている忠臣がここまでの罰を受けなければいけないのか。死去が新都に赴任するより前に中書令孫弘は、尊権が病で倒れていることをいいことに尊憲を捏造して死去を無理やり自害に追い込んだみたい。死去はこの時57歳だったみたいね。この時後がいかにめちゃくちゃだったのかがよくわかる話です。陳寿は死去のことを、困難な世の中にあって、正義を貫いて亡くなることになった。なんて悲しいことではないか、と評価しているの。死去を見ると天寿を全うするのって本当に難しいことなんだと感じるわね。もし仮に死去が尊権をいさめなかったとしたら国が大いに乱れるし、いさめたらいさめたで命を落とすことになる。死去は一体どうすればよかったんでしょうかね。さていかがでしたでしょうか。今回の人物は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。私は晩年の尊権が本当にあまり好きじゃないんですよね。なまじ彼が若い時は間違いなく名君だっただけに、ものすごく残念な気持ちになっちゃうんですよね。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。